みんなは、過去に戻りたいって思ったことはある？今回の主人公のイッチは、ひょんなことから過去へ戻ってしまったタイムトラベラー。順風満帆だった一周目の人生を、二周目で取り戻そうとするんだけど、ちょっと不思議で怖くて、そして心温まる物語をどうぞ。10年巻き戻って、10歳からやり直した感想、前編。これは多分、君が想像してるのとは正反対の話になるんだと思う。だって20歳の記憶を持ったまま、10歳の時点に戻ってやり直せるとしたら、普通その記憶を利用していろいろするだろう。1周目の反省や教訓を活かして、もっと優れた2周目を目指すはずだ。でも僕がしたことといえば、まさにその正反対のことだったんだ。今思うと、バマルなことをしたと思うよ。本当に。面白そうだ。自分の人生が10年巻き戻されたことを知った時僕は思ったよ。なんて余計なことをするんだってね。というのも、僕は自分の人生が気に入っていたんだ。可愛い恋人がいて、友人にも恵まれていて、まあまあの大学に通っていて、前途洋々でさ。人生をやり直すチャンスってのは、もうちょっと自分の人生に心底絶望しきってるような、そういう人に与えられるべきだったんだと思うよ。それで、僕は余計なことを思いついちゃったんだ。気づくと、10年前の過去に戻っていた一致。幸福だった人生が、強制的にリセットされるなんて最悪だよね。僕が思いついたことというのは、1周目の人生を、2周目でもそのままやり直そうということだった。自分がこれから犯す間違いが分かっていても、あえて全部そのまま繰り返そうって思ったんだ。10年分の巻き戻しを、全く無意味にしてやろうってわけ。これから起こる事件や災害、危機や変革のことも大体頭に入っていたけど、僕は口をつぐむことにした。とにかく、徹底的に1周目を模倣しようとしたんだよ。2周目の人生は、ちょうど10歳のクリスマスから始まった。僕がそれに気づけたのは、枕元に置いてあったスーパーファミコンの入った紙袋のおかげだったんだ。当時は、それが欲しくて仕方なかったんだよ。紙袋の中には、一緒にゲームソフトも入っていた。そのゲームの言い方を借りれば、僕の人生は、強くてニューゲームに当たるわけだな。結露した窓をパジャマの袖でこすって外を見るとまだ薄暗く、雪に覆われた街が一望できた。かなり寒いはずなんだけど、子供の体は暖かかったな。僕が紙袋をおそおそやっていたせいで、二段ベッドの下で寝ていた妹が目を覚ました。妹は眠たげな目で枕元のテディベアを眺めて、少し遅れて。わぁ。と歓声を上げた。僕ははしごを降りて妹のベッドに腰掛け、テディベアに夢中な妹に、なぁと話しかけた。兄ちゃんは、10年後から戻ってきたんだよ。妹は寝ぼけた様子で、お帰りと笑った。僕はなんだかそれが気に入っちゃって、ただいまと言って妹の頭を撫でた。妹は不思議そうな顔で、僕の顔を見つめた。この主人公は、とても冷静だね。自分なら混乱して、こんなに落ち着いてられないかも。僕は、自分の最高の思いつきを誰かに披露したくて、目の前にいる7歳の妹にこう言った。今の僕には、これから自分が犯す過ちだとか、本当にやるべきことというのがわかるんだ。今からなら、神童にだって、預言者にだってなれる。でも、僕は何一つ変える気がないんだ。前と同じ人生を送られれば、それだけで十分だからね。テディベアを抱えた妹は僕の顔をぼーっと見つめて、よくわかんない。と、正直なところを答えた。一周目の再現に関して、僕は妥協しなかった。周りの連中をコケにしたくなるのを我慢して我慢して、わざわざ一周目と同じ事故に愛されたんだ。何をするにも、手を抜くことに真剣だったね。我ながら、僕はよく頑張った方だと思うよ。それでも蝶の羽ばたき一つ程度の違いで、人生ってやつはかなり変わってしまうものらしい。二周目に入って5年も経つ頃には、僕の人生は一周目のそれとは、大きく様変わりしていたんだ。何から話せばいいかもわからないけど、とにかく1から10まで変わってしまったんだ。一言で言うとね、僕は落ちぶれたんだ。一周目の人生からは、とても考えられないほどに。理由は後で詳しく説明するけど、一例を挙げると、一周目で親友だった人物に丸められたり、一周目で恋人だった女の子に振られたり、一周目で通っていた高校の受験に失敗したり、奇跡的な悪循環が生じたわけだよ。バタフライ効果恐るべし。そんなこんなで、高校生になる頃には、僕はすっかり暗い人間になってしまっていた。志望校には落ちて、ろくでもない高校に入って、芽生えかけていた人間嫌いに磨きがかかってさ、絵に描いたような、孤独な人間になったんだ。だから2周目の高校時代の思い出ってのは、ほとんどないんだ。卒業アルバムも捨てちゃった。寂しいもんだよ。修学旅行さえ苦痛だったんだ。過去の記憶があるのに、2周目は1周目と正反対になってしまった。幸せとは言えない人生のようだね。でも一つだけ、悪くない思い出がある。高校2年生の冬、ひどい吹雪の日だったな。
僕はガタガタ震えながら、バスを待ってたんだ。その時僕はふと、少し離れた場所で、僕と同じようにバスを待っている女の子が、見たことのある顔だってことに気づいた。いや、忘れるはずもないんだ。それは、一周目では僕の恋人だった女の子だ。15歳で付き合い始めてからは、ずっとそばにいたんだ。それが、二周目ではあっさり告白を断られてさ。思えば、悪循環の始まりはそこだった気もする。向こうは、僕に気づいてないみたいに見えた。そうでなくても、僕の存在なんてとうの昔に忘れちゃってたかもしれない。それでも僕の目には、寒さに震える彼女がなんだか寂しそうに見えて、隣に誰か、温かい存在を必要としているように見えたんだ。いやぁ、実に自分に都合のいい想像だよ。それでも僕は幸せだった。だってさ、自分が必要とされている気がしたんだ。あの子にはやっぱり僕が必要なんだって、幸せな勘違いをすることができたんだ。生きる気力をすっかり失っていた僕だったけど、かつての幸せな日々を取り戻したくて、彼女と同じ大学へ行くために猛勉強した。おかげで僕の学力は最後まで伸び続けて、一周目で通っていた大学に無事合格できた。悪くない気分だったな。奇跡みたいだったよ。そこまではいい。そこまでは良かったんだよ。入学式が終わって、僕は彼女の姿を探し回ってついに見つけ出したわけなんだけど、むしろそっからが問題なんだ。体温が3度くらい下がった気がしたね。かつての恋人が、知らない男と腕を組んで歩いている。それだけなら、まだ我慢することができたかもしれない。でもその男というのが、どこからどう見ても一周目の僕にそっくりだとなると、さすがに話は違ってくる。僕のかつての恋人の隣を歩いている男は、背格好、仕草、声、喋り方、表情の作り方、どこをとっても一周目の僕と二つなんだ。ドッペルゲンガー、という言葉が僕の頭に浮かんだ。なんと、タイムトラベルした2周目には、もう一人のエッチがいたんだ。2周目の僕は1周目の僕と比べると、身長は4センチ小さかったし、体重は10キロ軽く、比べ物にならないくらい表情が暗くなっていた。仮に1周目の人生を正確に再現できていたら、きっと目の前にいる、その男みたいになれていたんだと思う。道理で、僕が彼女と付き合えなかったわけだよ。2周目では、僕の代役がいたんだ。誰かに対して敵意を抱いたのは、久しぶりだったね。おい違うだろ、それは僕の役だろうがって、狂ったように頭の中で言い続けていたと思う。それからの数ヶ月は、本当に驚きっぱなしだったよ。何せ、かつての僕の大学生活というものを、僕の分身が次々と正確に再現してみせたんだから。それにしても客観的に見ることで、改めて一周目の僕って幸せだったんだなって思ったよ。そのくせ嫌味もないし、人に親切だし。秋頃になって、僕の頭の中で何かが切れた。その頃になると僕はほぼ引きこもりになっていて、ほとんど大学には行かず、一日中安酒を飲んでろくに食事も取らず、寝てばかりいたんだ。このままじゃ発狂すると思ったね。何をしていても、例のドッペルゲンガーと今の自分とを比較してしまうんだ。そうすると、それまで当たり前だったことさえ、急に耐えられなくなっちゃうんだよ。変なところで、僕は冷静だったんだよ。今の自分が彼女にふさわしい男ではなくて、分身に勝てないことは重々承知していたんだ。でも、その上で考えたやり方というのは、とても正気の沙汰とは思えなかったね。つまり僕は、僕の代役を務めるあの男をぶっこまるしてしまおうと思ったわけなんだ。そしたらあの子もまた寂しくなって、僕の方に傾くんじゃないかってね。いやぁ、追い詰められた人間ってのは本当にろくなことを考えないよ。視野が狭くて、そういうわけで、僕の恋人奪還作戦が始まった。別の言い方をすれば、ドッペルゲンガー丸大計画。以後、僕は定期的にその男を尾行するようになったんだけど、おかげで引きこもりが治ってさ。皮肉なことに、丸大計画を思いついてから、しばらく僕の性格はとっても明るくなるんだよ。妹に指摘されて、僕は自分の変化に気づいたんだけど、そう、すっかり妹の話を忘れていた。僕に匹敵するくらいの、変化を遂げた妹の話。イッチは、この世界の自分を困るすことを決心。本来僕の妹は、運動と太陽をこよなく愛していて、年中健康的に日焼けしている活発な女の子だった。ところが2周目においては、僕の影響を受けたのか、読書と日陰を好む色白のメガネの子になったんだ。1周目を知る人から見たら、何かの冗談みたいだよ。兄妹揃ってくらい人間になって、家は毎晩お通夜みたいだったな。両親も自分に自信がなくなったのか、嫌な人間になっていった。いやぁ、人一人の持つ影響力ってのはばまるにならないね。かつて僕と妹は周りが呆れるくらい仲良しで、僕に恋人ができるまでは、どこへ行くにも一緒だった。でも2周目では口を聞かないどころか、目さえ合わせようとしなかったね、お互いに。妹は、僕のことを嫌っていたんじゃないかな。
だって、たまに珍しく口を開いたかと思えば、それは大抵僕に対する文句だったからね。目つき悪いとか、人のこと言えないだろ。いやー、実に悲しいもんだったよ。娘に嫌われた父親って、こんな気分なんじゃないかな。ところが、僕がドッペルゲンガー丸買い計画を立て聞きとして丸買い方法を考えていた夜、その妹が、一人で僕のアパートにやってきたんだ。僕のことが、大嫌いなはずの妹がだよ。ちょうど、初雪が観測された日のことだったな。あまりに寒いからやむなくヒーターをつけて、懐かしい感じのする灯油の匂いが部屋に満ちて、その時部屋の呼び鈴が鳴ったんだ。制服にカーディガンを重ねただけの格好の妹は、白い息を吐きながら僕の目を見ずに言った。しばらく、ここに泊めてちょうだい。本人はその言い方をしたがらなかったけど、妹のしていることは、いわゆる家出だった。らしくないことをするな、と僕は思ったな。たとえ家に不満があっても、家出のような意味のない行動に出る奴には見えなかったし、どうやってここまで来たんだ？と僕が尋ねると、妹は、どうだっていいでしょう？と模範回答をした。汚い部屋。と、妹は言った。趣味も悪いし。嫌なら出てけと、僕も模範回答をした。一周目の妹だったら苦笑いしながら掃除して、美味しい料理でも作ってくれたんだろうけど。イッチの元に妹が来たのは、渋々という感じだね。わけありの感じだけど。妹だって、僕のところに来たくはなかったはずだ。友人の少ない妹には他に行くあてもないから、やむを得なくここに家出してきたんだろうな。まだ冬休みも始まっていないだろうし、そんなに長くは滞在しないとは思うけど、さっさと出て行ってくれないかな、と僕は思った。けれども、妹に強く言う勇気もなかった。二週目の僕は、とことん臆病者なんだよ。そして、二週目の妹はちょっと怖いんだよ。かくして、非常にギスギスした二人暮らしが始まったんだ。翌朝の8時くらいに、妹は僕を揺り起こした。驚いてすっかり目が覚めてしまった僕に妹は、この町の図書館に連れてって、と言った。それからちょっと間を置いて、今すぐに、と付け足した。2週目に入ってから僕の睡眠時間は激増して、10時間は眠らないと辛い体質になってしまっていた。多分、起きてる時間が苦痛だからなんだろうけどさ。それでも、相手が家出少女だろうと不登校児だろうと、女の子に起こされるってのは悪い気分じゃなかったね。そういうのって、なんだかとっても人間的だよ。車に乗った妹の第一声が、タバコ臭い。だ。そして後部座席を見て、汚い。と言った。持ち主の性格がわかるね。とのこと。そいつはすごい。空は曇っていて、辺りは薄い霧に覆われていた。図書館へ向かう最中も妹は文句を言い通しで、勝手に借りている僕のコートがタバコ臭いとか、何か音楽は流さないのかとか、好き勝手言っていた。無視し続けたら、ティッシュの箱で叩いてきた。人の話はちゃんと聞きなさい。と、言われた。ごもっともだ。ちなみに図書館では、本選びに時間をかける妹にまだかと聞いたら、喋るな。と本で叩かれた。二周目の妹ってのは、こんな感じなんだよ。妹、結構可愛いやん。妹は、僕の部屋で一日中本を読んで過ごすらしい。僕が家を出て行こうとすると、妹は顔を上げて、お兄ちゃん、大学行くの？と聞いてきた。丸買いしたい相手の生活パターンを知りたいから、スマルーカーしに行くんだと、言うわけにもいかないから、僕は、そう、大学だよ。7時には帰ると答えておいた。今年中には、この問題に決着をつけたかったんだ。ドッペルゲンガーと元恋人が、共にクリスマスを過ごしたり新年を迎えたりすることなんて、考えたくもなかったからね。妹といるうちに、丸買い計画を考え直してくれたらいいんだけど。その頃になると丸買い方法はすでに決まっていて、ドッペルゲンガーの行動様式も大体把握して、実を言うと、とっくに行動に移っても良い頃合いだったんだ。それでも僕がダラダラと尾行を続けていたのは、多分踏ん切りがつかなかったからと思う。つまり僕は、彼が欠点を晒してくれるのを待っていたんだな。僕は、彼が他死ぬべき人間だって思い込みたかったんだ。困るすに値する理由が、ほんの少しでも欲しかったんだよ。困ったことに、数ヶ月にわたって荒探しを続けても、彼は短所らしい短所を全く見せないでいた。どっちかというと、僕の方が他死ぬべき人間なんだろうな。妹と図書館に行ってきた時に借りた本によると、ドッペルゲンガーには以下のような特徴があるらしい。周囲の人間と会話をしない。本人に関係のある場所に出現する。ドッペルゲンガーに出会った本人は他死んでしまい、ドッペルゲンガーがオリジナルになってしまう。ちょっと考えればわかることだけど、これらの特徴、どちらかというと全て僕の方に当てはまるんだよな。友人のいない僕は滅多に人と会話しないし、同じ大学に通う僕らは出現場所が似ているし、他死ぬとしたら彼の方だし僕が困るすからね、向こうの方が、見た目も中身も一周目の僕に近い。これじゃあまるで僕が偽物みたいじゃないか。
友人がいないといえばさ、一周目の僕は仲良く談笑できるくらいの相手は、大学中に控えめに見積もっても200人はいたんだよ。当時の僕は、そいつらが皆癖こそあれ、それぞれにいいところを持った奴に見えたんだけど、今になって少し離れた場所から見ていると、どいつもこいつもろくでなしのように見えたね。自分と関係のある人間がいい奴に見えて、関係のない人間が嫌な奴に見えるのは当たり前だけどさ。変な話、そういうことに僕は慰められたんだよ。ああ、少なくとも一周目の僕は、すべてにおいて恵まれていたわけじゃなかったんだ。って思うとね、惨めな話だよ、そんなことに喜びを感じるなんて。かつての友人たちが、一周目とは違う顔を僕に見せるのは、なかなか興味深かったね。優しいと思ってた奴が利己心の塊だったり、謙虚だと思ってた奴が自己顕示欲の塊だったりさ。ただ、これは僕の憶測だけど、一周目において僕が彼らのことを良い人間だと感じていたのは、決して勘違いではなかったと思うんだよ。人ってのは極端に優れた人物を前にすると、無意識にそいつの影響を受けてしまって、一時的に良い人間になれるんじゃないかな。一周目の僕を前にしている時に限定すれば、おそらく彼らは実際にいい人間だったんだよ。逆に、今の僕みたいなのを前にすると、肩の力を抜いて安心してクマルになれるんだ。僕が何を言いたいかっていうとね、相手が嫌な人間だと感じたらその時点で、少なからずこちらにも責任があるってわけさ。同じ人間でも違う人生を歩むだけで、こんなにも歪んでしまうんだね。ただ、いくら自分と関係がなくなってもこれっぽっちも魅力を減じないどころか、ますます魅力を増すような人間もいたね。まあ、もちろん元恋人のことだけどさ。手に入らないものほど欲しくなるってのもあるけど、2周目の僕は下手をすれば1周目の僕より、さらに彼女を好きになっていたように思うな。うん、崇拝していたと言っても過言ではないね。今こそ人生をやり直すチャンスをくれよ。そう僕は思った。今度こそ、うまくやってみせるからさ。僕は布団に潜り、目を閉じてその晩も祈る。目が覚めたら、3周目が始まっていますように。さて、妹が家出してきてから5日が経過した。さすがにそろそろ邪魔になってきたから、勇気を出して、いつ頃帰る？と聞いてみると。お兄ちゃんが帰れ。と返された、僕が悪かったよ。ちょうどその日、母親から電話があって、妹がそちらに行っていないかと聞かれたから、5日前から居座っていることを正直に話してやった。そのことを妹に伝えると、彼女は、そっか。とだけ言い、しばらくすると荷物を丁寧にまとめ始めた。こういうところは、異様に物分かりがいいんだよな。バスターミナルまでは、見送ることにした。雪が結構ひどくて、あまり街灯もない道で、妹一人で行かせるには心配だったからね。隣と呼んでいいのかどうかわからないくらいの、絶妙な距離を保ちながら歩く僕たちは、相変わらず終始口をつぐんでいた。一周目だったら、手をつないで歩いてたとこだよ。妹は、僕のことを恨んでるんじゃないかと思ったな。まあ、とっくに嫌われてるからいいけどさ。それに、これから人一人困るそうって人間が、誰にどう思われるかいちいち気にしてたらキリがないよ。バスターミナルの建物は老朽化してて、壁や床はあちこち黒ずんで、蛍光灯は黄ばんで、椅子のクッションは破れて中身が飛び出し、売店には薄汚いシャッターが降りていた。バスを待つ客も数人のみで、しんとしていた。あまりにも陰鬱な感じがして、まるでここにいる皆が、家出先から実家に帰るとこなんじゃないかって感じ。汚いところ。と、妹は言った。お兄ちゃんの部屋みたい。情緒があるよと、僕は自分の部屋をフォローした。僕と妹は40センチくらい距離を取って椅子に座り、カップ式自販機のココアを飲みながらバスを待った。ひどい場所だったね。ここからバスに乗ったら、昭和や大正に連れてかれるんじゃないかと思った。まあ、本当にそうだとしたら、僕は進んで乗っただろうけどね。僕がココアを飲み終えると、妹はんと手を差し出し、僕のカップを自分のカップに重ね捨てに行った。スタスタ歩く妹の背中を、僕は後ろから眺めていた。一周目の妹と比べると、随分頼りない感じがしたな。突然僕は、妹にものすごく悪いことをしたような気になった。妹が家出した16歳の女の子だってことを、僕はきちんと配慮していたと言えるだろうか？本当は母親には嘘をつくべきだったんじゃないか？そもそもこの子は、家出なんてするタイプじゃないんだ。よっぽどの考えがあって、僕の元に来たんだろう。せめて本人が満足するまでの間くらいは、かくまってやった方が良かったんじゃないか？一致は思い切って、妹に手を差し伸べてみるよ。妹がバスに乗り込む寸前、なぁと僕は言った。また家出したくなったら、来るといいよ。こんなセリフでも、言うのに随分勇気を必要とした。二周目の僕は、家族に対してさえ臆病なんだよ。振り返った妹は珍しく目を見開いて、しばらく立ち止まって僕の顔を見て、そうする。と言って笑い、バスに乗り込んだ。
バスが行ってしまうと僕は待合室に戻り、帰り道に向けて再びココアで体を温めた。妹の笑顔を見て、やけにホッとしている自分がいたな。なんだろう、笑ってくれただけなのに妹が可愛い。妹は僕の言葉に甘えることにしたらしく、3日後、再び僕の部屋を訪れた。家にいる時に妹がすることといえば、一方的に僕の悪口を並べ立てた後、お兄ちゃんはダメだねー。ということだった。そして僕の夕飯を美味しそうに食べ、僕のベッドを占領してすやすや寝た。翌日父親が迎えに来て、妹を連れて帰った。この分だと、またすぐに戻ってくるだろう。何が、彼女をここまでさせるんだろうか？ところで、2週目の僕が擁護しようがないくらい、明らかに1週目の僕より劣っているとはいえ、部分的には優れているところもあったんだ。第一、そうでなきゃやってらんないよね。2週目の僕は、1週目の僕と比べると、100倍くらい本を読む人間だったんだ。それはもちろん、孤独を紛らすために図書室に通ったことが起因してるんだけどさ。そしてこれから話す出来事において、その趣味がそこそこ役に立ったんだよ。かつての僕は、恋人のことを完全に分かった気でいたな。5年間ずっと一緒にいて、実にいろんなことを話したからね。ところがさ、案外僕の知らない面も存在したみたいなんだよ。その日も僕は、妹に踏まれて目を覚ましたんだ。ひょんなことから過去へ戻ってしまったタイムトラベラーの一致。順風満帆だった1周目の人生とは打って変わった。2周目の人生でどんな展開が待ち受けているのか。気になる続きはぜひ後編を楽しみにしていてね。このチャンネルでは毎日面白ネタ、感動ネタの動画を配信しているよ。少しでもいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してね。